どうもこんにちは。今回はですね、ビアレッティのモカエキスプレスというものを購入してみました。まあ、いわゆるですね、エスプレッソマシーンというやつで、特徴としては直火で使うものです。僕自身がですね、エスプレッソが好きかというと全然好きじゃないんですけども、なぜ買ったかというとですね、これでカフェオレを作りたいというのが一つ、それとですね、バニラアイスにエスプレッソをかけるアフォガード、これをやりたかったということで今回これを買ってます。まあ、早速ですね、こちら開けていってみましょう。今回ね、購入したのはね、2カップというやつで、まあ、カップ数がね、いろいろあるんですけども、これにした理由としてはですね、いろいろこれを調べていくと、大は小を兼ねるということでね、最初、4カップとか買おうかなと思ってました。ただですね、これ大は小を兼ねないらしくて、どうやらですね、これで作れる目一杯の分量を毎回作らないといけないようなので、まあ、ソロキャンプするときにもですね、無理のない2カップがいいのかなと思いまして、2カップを買ったという感じです。持った感じもね、ちょうど一人用にいい感じかなと思います。まあ、結構シンプルですよね。ここが蓋で、この中からこうコポコポと溢れ出してくるような感じになります。で、これを回して開けると、ここがですね、コーヒーを入れるところ、粉を入れるところですね。で、こちらがですね、お水を入れるところとなってます。ちなみにね、裏側はこんな感じになってます。で、こちらはですね、ステンレス製ではなくてアルミ製となってます。熱伝導率がいいのでかなり助かるんですけども、このままではね、使うことができません。できないというか、まあ、使ってもいいんだと思うんですが、どうもね、金属臭がしてしまうらしいので、3回ぐらいですね、エスプレッソを抽出して捨ててっていう作業をする必要があるようです。まあ、そういったですね、最初に慣らす作業をしないといけないので、まずはね、この慣らす作業からやってみたいなと思います。ちなみにこちらにはですね、説明書がついてるんですが、ちょっと文字が小さすぎてあまり意味をなしません。基本的にですね、モカエキスプレスの作りはとてもシンプルになってます。そしてばらすこともできるので、まあ、お手入れするのにもですね、やりやすい製品なんじゃないかなと思います。まあ、使い方としては簡単でですね、下のタンクの部分に水を入れます。水を入れたらですね、今度はフィルターの部分に粉を入れて、あとは火にかけるだけという感じです。まあ、注意点としてはですね、中火から弱火、まあ、できれば弱火の方がゆっくり抽出できる感じがして、なんかいいような気がしました。でサイズ感としてはですね、結構小さい製品なので、外の ST330 に乗せようとしてもうまく乗りませんでした。もしかするとですね、他のシングルバーナーでも同じようなことが言えるかもしれませんので、まあ、バーナーパッドや五徳なんかを使って乗せるのがいいかなと思います。まあ、一番いいのはバーナーパッドじゃないでしょうかね。で、慣らす作業ということで、コーヒーを抽出しては捨てるという作業をですね、3回ほど繰り返します。その都度ですね、新しい粉に交換しながら3回ほど抽出しました。こんな感じでですね、ゆっくり溢れてくるので、まあ、これを見るのもね、また楽しいです。ただですね、この蓋を開けるっていうのはあまりお勧めできなくて、まあ、実際はですね、蓋を閉めてコーヒーを抽出するという感じになります。で、今回何度か使って思ったのはですね、中火から弱火の間で抽出するんですが、コーヒーの抽出が始まったらですね、かなりとろ火ぐらいにした方がいいような感じがしました。なんとなくですけど、その方がね、こうゆっくり出てくるような感じがしたので、まあ、できればそういった使い方がいいのかなと思います。まあ、その辺はですね、これから使ってみて、まあ、一番いい頃合いを探していこうかなと思っております。で、このモカエキスプレスなんですが、細引きの豆を使うのが一番いいんですけども、なかなかね、スーパーに売ってなかったです。まあ、とりあえずね、慣らす作業で使えればいいだろうということで、中細引きの豆を使ってます。まあ、この辺はですね、後でお話に出てくるんですが、やはりね、細引きの豆を使うのが正解でした。やっぱりね、味が違いましたね。
じゃあいただきます。でも普通のコーヒーよね、これでやったら。これ中引き？これ中引き、中細引きってやつ。あ、牛乳入れすぎなんかね。それはあるかもしれない。牛乳入れすぎか。でも美味しい。さあ、ここでアイスクリームがあって、うん、アイスクリーム用はこれをかけて、おお、アフガード。アフガード、いただきます。うん、じゃあ食べてみて。美味しいんだけど、なんかコーヒー味のアイスクリームっていう感じだね。よし、次は細引き行こう。細引き、うん、細引き用の豆がですね、スーパーでなかなか売ってなかったので、もう包装された細引きの豆をですね、バラして使おうと思います。これでもね、十分美味しかったです。1袋 7g 入ってるものを、だいたい1袋半ぐらいですかね、使うような感じだったので、まあ、大体使う量はですね、11から12グラムぐらいに考えたらいいのかなと思います。抽出し終わった後の豆がこんな感じになってます。お手入れ方法としてはですね、洗剤を使わずに水洗いするということになってます。洗剤使っちゃうとですね、コーヒーの香りが飛んでしまうそうです。じゃあ今度は細引きですね。細引きのやつを飲んでみましょう。うん、ああ、うまい。ちょっとこれを一口飲んでもらって、一口じゃなくてもいいんだけど、ガバッと飲んでもらっても。あ、違う、なんか濃いよね、やっぱこっちの方が。うん、やっぱ細引きでやるべきなんだろうな。美味しい。なんかそのコーヒーの、なんつうの、あのガツンとくる感じというか、喫茶みたいなのも出てるよね。同じ作り方？作り方は同じなんよ。へー、違うね。でもやっぱ濃さが違うっていうか。ちょっとあれ飲んでみる。単体っていうか、ストレートと何ぞ、ロックっていう。ほんまちょっとしか入れてないけどね、エスプレッソ苦手なもんで。そうだね。あ、濃い。ちょっと飲んで。うん。濃いよね。濃い。ああ、苦い。これ好きな人おるんやろうね。うん、おるんじゃろうね。これ砂糖ぶち込んで飲まんと。ちょっと砂糖とミルクが欲しいね。ねえ、なんか普通の、あ、となったらやっぱりこっちの方がいいね。カフェ、オレ？カフェラテ？カフェラテ？なんて言うんだろうね。なんて言うんだろう。美味しいやつ。美味しいやつ。ああ、こっちの方が美味しい。そうよね。さあ、じゃあエスプレッソかけます。これは美味しそうじゃねえ。美味しそう。さっきのより濃いはず、きっと。あ、じゃあいただきます。うん、コーヒーの濃さがある気がする。うん、さっきのより違う。ねえ、ということはやっぱあの
結論としては細引きじゃないといけんってことだよね。うん、中細引きでも美味しかったけど、中細引きだとなんか普通のコーヒーかなって感じになるよね。うん、なるほど。まあこの細引きはね、このパックに入っとるやつだけ、あ、本当はその細引きの豆を買った方がいいんだろうけど、まあ、スーパーに売ってなかったんでね、これにしたという感じです。ということで今回はビアレッティのモカエキスプレス、こちらの2カップのものを購入してですね、ご紹介してみました。まあ、一番最初にお話ししたんですけども、エスプレッソというものが僕はあんまり好きじゃないです。ただね、カフェオレとかカフェラテは大好きなので、濃いめのカフェオレやカフェラテ、デザートとしてのアフォガード、これはね、抽出したコーヒーをたっぷりかけるのが美味しかったんですけども、こういったものを食べたいという方にはですね、おすすめできる製品だなと思いました。でこれは直火で使うものなので、やっぱりね、キャンプのようなアウトドア、そういった遊びにですね、これ一つ持っていくと、かなり美味しいコーヒーが飲めるんじゃないかなと思います。ちょうどソロキャンプ用にいいサイズなので、気になる方はぜひ見てみてはいかがでしょうか。それでは